アリゲーター属は、ハチウツナワニモクアリゲーター科に属する属の一つ。模式種はアメリカアリゲーター。原生種は2種。最大種はアメリカアリゲーターで、最大全長が600センチメートルに達するとされる。一方、ヨースコーアリゲーターは、最大でも全長200センチメートルほど。分担は、幅広つ扁平で丸みを帯びる。ヨースコーアリゲーターでは興奮に。 筋状の盛り上がりが発達するが、アメリカアリゲーターでは、キールは見られない。河川や湖、地上、湿地に生息する。ヨースコーアリゲーターや、アメリカアリゲーターの北部個体群は冬に、横穴の中で冬眠を行う。植生は肉食性で、魚類、爬虫類、鳥類、哺乳類、昆虫類、甲殻類、貝類,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 類等を食べる。 アメリカアリゲーターは稀に家畜や人を襲うこともある。繁殖形態は男性で、メスは6から7月に土、枯れ草、落ち葉等を集めた巣の中に卵を産む。さらにアメリカアリゲーターでは、メスは卵や妖体を次の年の春まで保護する。2006年にフロリダ州でジョギング中の女性がアメリカアリゲーターに襲われ死亡する事件が発生し、2016年には、 同じく、フロリダ州のディズニーグループ系ホテルの近くの水辺に、板に祭壇児が、アメリカアリゲーターに襲われ死亡する騒動が、発生するなど、人命に関わる被害を及ぼすこともある。アメリカアリゲーターは革製品の原料となる、ためさかに養殖されている。革目的や外獣としての乱獲により、生息数は激減し、現在生息地では、保護されている。 ありがとうございます。